こちらトライバルのブースに来ています。麻生さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらどういった展示内容なんですか？はい、今回はですね、こう生体の解析を使ってその人のストレス値をチェックできるものと、プラスやっぱりあの心の悩みってなかなか対面だと話しにくいところあるじゃないですか、はい、っていうところでメタバース空間だったりリモートでもこう相手もアバター、自分もアバターっていうことでプライバシーをこう守りながら、もう心置きな心の内を、はい、伝えられるような仕組みをご紹介しております。なるほど。じゃあ早速体験してみてもいいですか？あ、かしこまりました。じゃあちょっとストレスの方を測らせていただきますね。ではどうなるんだろう。じゃあこちらのマイクに向かって、もう言葉は何でもいいので、スタートって言ったら例えばお名前だったり昨日の唐揚げの味だったりっていうのを、はい、紹介いただければと思います。スタート。昨日食べた唐揚げはちょっと辛かった。じゃあもう一回いきますね。はい。今はニンニク醤油の唐揚げが食べたい。ありがとうございます。これでじゃあ解析をしてみます。これだけで？はい。おー、もう唐揚げに対する思いがね、はい、あ、7って出ましたので、これ実は10段階評価でまず、はい、結構いい調子です。で、いいんですか？はい、結構多いなって思っちゃったんですけど、ただちょっと内訳を見てみます。このシステムの素敵なところって、実際にこう今の状況どのぐらいなのかなって、あ、出ました。今心の元気圧というものが、はい、67です。これ100のうちの67点なので結構元気です。おー、元気良かったです。はい、良かった。で、実はこれストレスなので気持ちが沈んでたり、そういったことだと緊張すると声高くなりませんか？あー、なります。あれと同じ理屈で、まあ、自分でコントロールできないところからこうストレスを取っていきます。で、肉体の疲れっていうのも実は非常に顕著に出るので、今日はきっと昨日の唐揚げで心身ともに元気なんだと思います。あ、なるほど、はい、よかった。で、実際にこうじゃあカウンセラーの先生とお話をしているときに、こう表面上は元気なんだけど実は裏で計測をしていると、あ、この人結構疲れてるなとか、なんかすっごいこう思い詰めた感じだけど、あ、実はまだちょっと余裕はあるんだなっていうところもこう見ていけますので、でなかなかね、こう言いにくいことっていうのを察してくれる、はい、こちらの機会になります。なるほど、ありがとうございます。では最後に見てる方に向けて、今後こうどういうところで活用していきたいとか、どういった人に使ってもらいたいなどあればお願いします。はい、やはり日本はメンタルヘルスの後進国と言われております。もう人には言えないこともこう察してあげられる、ストレスを分かってくれる、そしてそれを上司だったりこうカウンセリングの先生っていうか、もう分かってくれるっていうものを我々は広めていって、少しでもこう生きやすい社会になるような、そんな、はい、システムを提供していきたいと思っております。麻生さん、ありがとうございました。ありがとうございました。